こんばんは。こんばんはなのぜ。さて、今回も業界に少し動きがありましたのでご紹介します。皆さんは、サイレント値上げ、というのを、ご存知でしょうか？サイレント値上げ。あまり聞き慣れない単語よね。簡単な話よ。値段は据え置きで、発行する新聞のページ数を減らすの。そうすることであまり気がつかれないように、こっそりと値上げするという手法よ。せこいやり方だな。そうね。今回のコロナの騒動の処理で、販売店に下ろす折り込み広告も、新聞に掲載する広告も、共に減少してるのよ。販売店側は対策などできなくて、おおよそ前年比3割から4割の、折り込み広告費が減って経営が圧迫されているわ。でも本社側の方は、対策として、サイレント値上げを実行したわ。毎度のことながら本社のやり口は、悪辣なのぜ。それでサイレント値上げしてるのは、どこの新聞なのぜ。ほぼすべての一般紙よ。へ。ほぼすべて。ええ、もともとページ数の少なかった、地方紙などは減らしようがないからね。だから Y とか A とか M とかは、やってるわよ。そりゃまた。なんだかな。なんだぜ。前回の動画でも言ったように、販売店を手放す経営者は、増加の一途をたどってるわ。でも今回のことで、その流れは加速するでしょうね。そうなるだろうな。さて、これだけなら皆さん、コロナショックというタイトルは、行き過ぎだと思うかもね。まあ、これだけ自粛が騒がれてるんだから、広告が減ることなんて誰でもわかるもんな。新聞記者は、あらゆるところに、取材に行っていることになってるし、マスクもしないで取材してる姿は、報道を見てる皆さんなら、何度か目にしたと思います。でもなぜか新聞業界から、感染者が出た、という話は、一部を除き出てこないですよね。それはなぜか。簡単よ、陽性となった人は、退職し報道される時に無職の人が感染したことになってるからよ。それが本当なら大問題なのぜ。まあね、私もこれについて、証拠を出したいと思っていたのだけど、つかめなかったわ。なので人捨てに聞いた話であって、参考程度に聞いておいてちょうだい。わかったのぜ。でもあの新聞社では、幹部クラスに感染者が出て、本社は必要最低限の人員以外、出社を控えさせているようよ。だからかなり信憑性は高いと、うぷ主は考えているわ。他にも全国にある新聞を印刷する、工場も半分近くを休業し、神奈川のような都市でも、一つの工場だけで印刷して、販売店に卸しているわ。流通の面を考えても、神奈川全体を一つの工場でって、かなり大変だと思うのぜ。そうでしょうね。でも本社からすれば、工場がいくら苦しくても、販売店が苦しくても、関係ないというスタンスだからね。例えば千葉の販売店の店員が、感染したという報道があったのだけど、どうやって対応してるのか、といえば、販売店は閉鎖し、所属する店員は、自覚症状がない人は、自宅待機。その販売店の配達は、近隣のお店で手分けして、配達させているわ。ただでさえ、人手不足の販売店に、近隣を手助けする余力があるのか。ないわね。結果として、Y とか A とかの垣根を越え、地域の販売店が一体となって、配達しているわ。そうやって協力し合ってるという話だけ聞くと、いい話のようなのぜ。でも実態はね、本社に対し不信感がある販売店などは、手伝いを拒否。その処理で近隣が一体となって、配達するしかなくなったの。こうした流れで販売店を手放す、経営者も急増し、ますます業界再編への流れが加速しているわ。まあ、ここまでひどい業界なら、一度潰れてもいいんじゃないか。そうかもね。緊急事態宣言が終わるまで、新聞の購読を中止してる、ずれた人も多くて。さらに契約を求めての訪問も、続けてるけど、お客様からの苦情も多くなって、ますます苦境に立たされているわ。ずれた人って何なのぜ。ああ、それはね。緊急事態宣言が終わったところで、感染しなくなるわけじゃないでしょ。ウイルスがなくなるまでの期間と、勘違いしてる人もいるからよ。なぜか緊急事態宣言が終われば、収束だと考えてる人いるよな。それに他人との接触こそ、避けるべきなのに、勧誘を続けてることも、びっくりよね。まあな。しかし、本社は普段から販売店に、要求ばかりで、こんな事態になっても助ける気が、
皆無というのがな。本当よね。さて、次は、なぜ、産経だけは、右寄りの記事を書くのか、という質問をいただいたので、私なりの答えを言うわね。産経が右寄りの記事を書くのは、期待、よ。一応言っておくけど、これは、ウプ主の見解でしかないわ。判断は個人個人に任せるのぜ。さて、産経の本社は、入社式において各新聞の中で唯一、国旗の掲揚と国家斉唱をするわ。さらに左寄りの販売店の店主もいるけど、新規で店主となる人は、原則、右寄りであることが条件となってるわ。と言っても実際には、重視されない条件なのだけどね。ここまで聞くと、右寄りの新聞って気がするのぜ。でもね、以前の動画で言ったように、産経の社内では LINE を、かなりの頻度で運用しているわ。それも、LINE は危険だ、という、記事を書いた産経なのにね。さらに言えば、慰安婦問題も、朝日新聞が始めたと思っている人も多いでしょうけど、実際には、この問題の流れを見れば、ちょっと違うのはわかると思うわ。どう違うのぜ。そうね、まず慰安婦問題を、最初に日本で扱ったのが、産経新聞よ。まずは、これ、誰も書かなかった韓国、よ。1974年という、新聞を読まないのは、非常識という時代に、出版された本で、韓国にて緻密な取材を重ね、書いた、という名目になっている本よ。でも実際には、当時の韓国では、否定されているほどの、内容なので取材したのか、疑問よ。いわゆる、吉田証言、は1982年から、証言を始めているので、産経が先駆けなのは疑いようがないわ。時系列で言えば、1973年、千田加工、従軍慰安婦、発行、1974年、誰も書かなかった韓国、発行、1982年、吉田証言、開始、1983年、朝日新聞、吉田証言を、掲載開始。って感じよ。千田の小説、従軍慰安婦、の方が先だし、千田は毎日新聞の記者から、小説家になり、記者時代に知ったことをもとに、ノンフィクションとフィクションの、中間くらいのスタンスで書いた小説らしいわ。しかも映画化もされているわ。この千田こそ、従軍慰安婦、という造語を、作った張本人よ。以上の点から、新聞社として始めたのは、産経新聞で、毎日新聞の元記者も関わっており、朝日はむしろ後発なのよ。と言っても大々的に世界に発信したのは、朝日なので誰が最も罪深いかは、言うまでもないでしょうけどね。だからといって産経や毎日に、罪がないとは思えんのぜ。私もそう思うわ。さらに産経が本題なので、産経にまつわる点で言えば、当然ながら産経新聞の本誌でも、従軍慰安婦と挺身隊を混同した記事も、何度も掲載しているし、記事を取り消す際にも、どの記事の、どの部分が間違っていたのか、一切説明もなく取り消しますと、小さく掲載したわ。それも朝日が2014年8月5日に、吉田証言の報道を取り消すまで、一方的に朝日を糾弾する記事を、書き続けた産経がよ。さて、初期の頃から慰安婦問題で、日本政府を糾弾してた産経が、方向転換したのは、2000年のことね。産経新聞は発行部数が低迷を続け、自社の販売店を継続することを断念。ほとんどの販売店を閉鎖し、配達は読売に委託することになっていたわ。ところが話が決まってから読売に、一切の相談もなく、夕刊の廃止と休刊日にも、新聞の発行をすることを、一方的に宣言。このため、委託の話は流れ、読売は産経を潰すと敵視。こうした流れで、産経は独自の道を模索することになり、右寄りの記事も書き始めたのよ。他にも産経は皇室寄りの新聞を自称しているのだけど、金城陛下が東宮だった頃に、産経新聞社が主催した地球環境大賞にて、こうした取り組みを応援いたしますと言われましたが、産経は勝手にお言葉を曲解し、皇太子陛下が産経を応援してると報道。クレームを受け、記事を訂正というより、問題点を明らかにせず、後日、皇太子陛下のお言葉を、全文掲載してごまかしたりもしてるわ。産経波状皇后陛下の、生前退位、という、表現に難色を示された時にも、生前退位、という表現を続け、
反発の大きくなった2016年10月末に、ようやく、上位、という表現に変えたのぜ。要するに産経は右寄りの新聞なのではなく、右寄りの記事を書く記者もいるだけなのよ。興味のある人は、スミ、ジョンイル、とあだ名された、産経新聞の元社長、住田永義、氏を、調べてみることをお勧めするわ。まあ、言いたいことは、いろいろあるけど、こんな感じで産経が右寄りなのではなく、右寄りを装っているというのが、ウプ主の見解よ。ウプ主が産経にいた時の話も、動画にしているけど、その時に受けた電話で、産経だけは日本の味方であってくれよ、と、激励を受けたのだけど、当時から今と同じ見解だったので、ちょっと複雑だったわね。他にも産経新聞の販売店では、国旗も注文できるというのも、期待にしか思えないのぜ。本当に産経が右寄りの新聞で、ネット上で言われているような、新聞だったなら、軒並み下がり続けている、新聞の発行部数でも、産経だけは維持もしくは、増えていてもおかしくないのに、実際には、下がり続け、販売店を経営する人も見つからず、他市の販売店の従業員に、声をかけたりしてるけど、見つからないので、本社直轄となってる販売店も、増えているわ。このまま行くと最初に廃刊となるのは、産経かもな。少なくともウプ主派、そう考えているわ。といった感じで今回は、ここまでよ。では、またね。またなのぜ。